はい、はい、行こう、はい、やりましょうか、はい、今日も、はい、あの、トイネタで、はい、前まで、あの、ロシア、ヨーロッパ行ったんで、今日はですね、今回はあの、なんで、あの、これから、あの、独立起業する人たちに何かメリット聞いて、この話これ見て少しメリットあるとか、ね、元気がなんか、うん、や起業するってこれや成功しそうな気がしてきたとか、うん、なんかそういうものをやらなかった、うん、なんかそのフィッシングの次、いやいや、あのまあね、日本でねこれやじゃなくて世界に目を向けようと、まあそれずっとテーマやな、だから、今までね釣りネタでヨーロッパ行って、文化違いとかね、それ分かってきたんでね、そういう、まあ、次のヒントになるだろう、うん、面白いんや、いや、面白い、やっぱ商売面白いなんて続けられないでしょ、そう、面白い、エンジョイライフやから、だからちょっとまあ、今日はですね、まあ、今日は、まあ、これからね、でも日本だけでやっても、もう難しいのよ、そう、ちっちゃくなっていくんだから、人は減ります、はいはい、ね。でおじいちゃんおばあちゃんばっかになります、そう、まあ人口が増えるかもわからないよ、それはね、増えるというか維持できるかもわからない、でもそこは外国人が入ってきてカバーするのか、ね、今からじゃあ子供をたくさん産んだって成人するまで20年かかるわけですよ、だどう考えたって50年間は無理なんよ、大体そうでしょ、もう純粋なあの日本人が、日本人と日本人の子供がね、この20年の間に増えることはもうないわけですよ、50年はかかるわけですよ、今から頑張ったんで、でしょ、はい、だから外国人に相手にせえと、そう、楽しいから、はい、はいね、ちょっと今日はね、ドバイあたりのね、なんでドバイ、大変ドバイやそうです、あんたドバイ行ったことあんの、ないドバイ作ってたでしょ、会社なんか、まあ、それなんか税務署に睨まれそうな話やから、まあ、石油王国あたりのね、あなたドバイは東京みたいなもんよ、東京都みたいな前、ドバイっていうのはね、キャピタルシティの首都です、はいはい、でな、国は何やドバイは、ドバイの国、うん、何やったかな、 UAE っていうか、 UAE、 はい、ユナイテッド・アラブ・オブ・エミレーツ、なるほど、エミレーツ航空知ってるでしょ、はいはいはい、ね、ユナイテッド・アラブ・オブ・エミレーツ、首都なわけね、ドバイは、そう、中心ね、キャピタルシティね、はい、で、ここはもうハブですわ、もう世界中の、まあ、あれ行ったことない、ね、ない、あの要はね、日本からだと、ヨーロッパ行ったりとか、うん、アフリカ、特にアフリカですわ、うん、アフリカ行くときはやっぱりドバイ経由するわけですよ、うん、だから東南アジアのシンガポールを経由するのと一緒ですよ、はいはいはい、でしょ、日本から例えば、はい、インド洋の、うん、インド洋のね、うん、セイシェルとか、うん、ああいうちっちゃい、あんまり飛行機はそんな盛んに飛んでないとこ行こうみたら、やっぱシンガポール経由するわけ、うん、ハブね、はい、で、ドバイがハブなってるわけですよ、はい、一回ドバイ行くわけですよ、はい、まあね、すごいわ、うん、何がいや、バブリーさが、おー、うん、あのなんちゃうの、あの白装束のターバンみたいなやつ見て歩いてるわけですよ、はいはい、僕我々ね、これめっちゃ言い方悪いけどちょっと気持ち悪いんよあれ、あの白のね、こうこういうのっていうのは、うん、まあまあ、まあまあ、まあね、あの働かんでいいんでしょ、そこは、そんなことはないけど、労働者っていうのはいろんな国から来てるわな、インドとかパキスタンとか、カザフスタン、カザフスタンはごめんなさい、違うわ、アフガニスタンとか、ね、あの辺から労働者が来て、現場で働いてる人は外国人が多いほとんどね、うん、まあね、あの前ね、ベーシックインカム、うん、あと2000万円いってますからね、そらあのカットせなあかん、間違った、恥ずかしいわ、あんなこと言うたら、アホか。いや、そういう話もありただ、まあ似たようなとこもあるわけですよ、うん、東南アジアにもあそこブルネイね、ブルネイ王国、ブルネイ王国ってマレーシアの横にある、はいはいはい、あそこもお客多かった、うち、うん、でもガッケチだよ、あ、そう、うん、ネギルシな、うん、大した客多い、王様これでもね、うん、あそこも石油が出るんでね、ある程度その税金とかそういうものはかなり優遇されてるんだと思うけど、やっぱりね、でもそれよりもやっぱりビジネス、UAE、ドバイも一緒だと、そこでビジネスをやってる連中がやっぱこれもやってるわけで、石油が出たから、そんなに一部なんで、元から、
ね、庭から石油ボーン出てくるようなんておらんねんから、そんなたくさん、ね、取られてもうてんねんからね、うん、だからやっぱりビジネスはあそこでやってる、やっぱり金は集まってるわ、うん、なんでハブですよと、うん、でまあいろんな人種がぐちゃぐちゃになってるとこですよと、まあ空港なんかはすごいよ、もうドバイ、僕ね、ケニア行くにしてもタンザニア行くにしても、あの辺のアフリカリズフィッシング行くとき、あこれ経由するんよ、でやっぱり飛行機が飛べ故障して飛ばないときが2回ぐらいあって、時降りてね、はい、あそこで一泊するんだけど、もう、いや嫌いな、暑い、暑い、まあ、暑そうやけどね、暑そう、暑い暑いし、うん、自分がむっちゃ貧しくなったような気になるんで、もういや、ホテル高いし、アホみたいな高いし、高いの、高い、もう別格に高い、で我々が泊まり、US ドルで150ドルや200ドルで泊まれないとこ行ったら、めっちゃプアーなとこ、ああそうなの、もうもう本当もうあば、なんかなんやこれみたいなとこ泊まらなかったので、もう悲しくなる、ほう、うん、だからあんま好きじゃない、なるほど、うん、だからエミレーツ航空で行かなくなって、その後カタール航空ね、ちょっと飛行機代も運賃も安いんだけど、カタール航空でドーハ、ドーハ、ごめんなさい、ドーハって言いますか、カタールのドーハね、サッカーのドーハの悲劇のところ、それは知らんけど、それドーハを経由してアフリカに来ました、だからそこ、そういうことは、まあ、まあそういう、まあ一つのこう行くまでのこう拠点というか、あの最初のハブ空港という意味で、まあ、ハブで、そこでこうやるのないわけ、ないよ、仕方ないから夜だけ、とにかく中東は俺ドバイ、まあ、カタールもそのドーハにしてもそうだけど、飲まれへんのよ酒が、あこれが、これが辛いんよ、あそれ肉もあかんし、まあ、肉はしゃんけど、肉ぐらい我慢できるけど、ビールも飲まれへんっていうのかな、あそうなんですか、うん、だから、ね、こう基本的なところはな、うん、だから嫌なんよ俺、うん、あんま好きじゃないの、うん、あんまりってだいぶ嫌い、まあ、そういう宗教だね、まあだからロシア人は無理やね、ロシア人はロシア人もロッカーもね、いや飲ませろって言うかもわからない、あいつらやったら飲ませろ飲ませろって言うかもわからない、無敵やからね、でね、なまだロシア人の話も、彼ら何が無敵かって大概軍隊経験あんのよ、あで日本はまあ徴兵制度もない、うん、お隣の韓国も徴兵制度あるし、で台湾も徴兵制度あるし、でも韓国台湾のその徴兵制度と意味合いがロシアのやつのなんか違うわけですよ、なんかほんまの軍隊みたいな連中なんで、まあ、これは前回の動画でも言ったけど、うん、KGB におったやつとかね、元、うん、なんかわけのわからんような経歴持ってるやつが多いから、うん、なんとも思ってないわな、あいつは、ロシア人ちゃんね、あの潜水艦の中でね、あれ大変と思うけどね、あの辺でね、経験があったら、うん、怖いわね、うん、で、まあ、なんだっけ、ドバイの話か、ドバイ、ね、まあ、バブリーよ、バブリー、バブリー、バブリー、もうそんな、なんかモスク、空港の中にも当然あるわけですよ、こっちがあのモスクですよっていうやつね、矢印ついてるわけですよ、わかります、モスク、こう何時、一日何人が何回かしなきゃ、空港の中でもやってますわ、この話、ね、時間決まってね、経験なことね、昼だったらこうするとか、ね、そうそうそう、やってるくせにね、あの紙の使い方とかね、ペーパータオルの、便所の。ね、日本みたいにこんな折ってるやつを入れてるわけじゃないですよ、うん、こんなロールですわ、これぐらいロール、うん、こんなロールを備え付けたわけですよ、おトイレの空港のね、手が荒くあるとこは、うん、ね、で我々だったら2、3枚取ってピッピッピッとか、うん、ね、もっとあれの上品な間1枚取ってピッキリこうするわけですよ、うん、彼らの使い方、このロールのやつがこうで引っ張れるんですよ、うん、使い方教えてみましょう、わあ、ゴラ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 、終わりですわあれ多分10メートルは使ってると思う、も20メートルは使ってガラ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 吹くんでしょ、でも吹けへんの、ガラ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 こうやってまあだから人種としてはな、ちょっとトイレはあの日本のが使われてるんですかね、何が、とうとうとかやろ、日本の日本製のトイレット使ってますが、ほとんど使ってない、あれだどこでもそうやんか、観光地、この辺の日本人が好きな観光地、グアムとかあの辺でもそうやんか、日本の便器は使ってないよ、アメリカンスタンダードとかな、
うん、違うよ、うん、日本のちょっとちっちゃいんちゃうか高さとか多分規格が、ね、便器ちょっと高いでしょ高さが、うん、だから下もこれぐらい開いてない扉、うん、日本のこれぐらいしか開いてない、うん、ねこれぐらい扉開いてない、うん、なんかあった時が事故があるんだろうか知らんけど、うん、まあ、あれ日本の文化やけどね、うん、ウォシュレットとかな、うん、すごいよ、うん、びっくりするの思ってウォシュレットの見たら、うん、でも売れへんと思うかなそこまでいるんか、うん、みたいな、うん、だからまあ本当省エネ文化っていうか日本の場合は、うん、ああ省エネであって考えてるわねエネルギーを使わんでも生きていけるっていうふうに考えられたんですべて、うん、日本の場合は、うん、そこがすごいよ、うん、何が言うてもでエアコン一つにしても使い方もやっぱり民度というか、うん、使わないときは着るとか、うん、してるじゃないですか、うん、みんな、うん着た使わないときはちょっと寒すぎたらちょっと温度上げるとか公共施設にしてもね我々みたいな医療機関にしても自宅にしてもみんなそうやってやってるわけですよ彼ら暑いところに来ないと年間連中もう寒いぐらいにしてるじゃないですか寒いのよ暑いところの国のやつはみんな家の中凍るぐらいまあ電気代が安いからしゃんけどまあそこら辺の民度っていうのはもうなるほどですね私もあのこの間ネパール行ったんやけど、うん、やっぱホテルどうぞ細かいと全然あかんねあかんな、ね、もう日本で育ったらねもう気になりますねトイレでもあそれが気になるようじゃったらあなたまだダメよなこれ見てるとだけどそれを楽しまな楽しむなだからこれも異文化なんで、ね、なるほどねっていうことは結局じゃあ外国人と公共の出回る世界とビジネスしましょうよって言った時に、うん、そこをやっぱりその楽しむというそれを吸収してまたビジネスにしていかないと、うんうん、やっぱ違うんで、うんなるほどね、住むところが違えば、うん、だからでもどんな国の人も日本に住めばあこっちの方がええわってなったりするわけですよ、うん、やっぱりね、うん、ええかな、うんうん、もう今日これぐらいで、うん、そうですね、はい、まとめは最近言ってないけどまとめねあまとめてはよ、はい、何にもまとまってへんあのまあ、授業する上でねそういう海外のね、うん、文化というのは違うと基本違う当たり前やそれを楽しむとそれが海外の授業の第一歩そうそうだから考え方としては、うん、日本はこうやのになんでこいつはここはこうやねんって、うん、なっちゃうとダメなのよなるほどこっちその彼らもそういうのいいよねと、うん、ねこれはすごくいいよねと、うん、これじゃあ持ってこようかとこっちにとか、うんね、これはこっちに移そうかとか、うんそれは柔らかさがなかったふにゃふにゃじゃないんだなるほどねもうふにゃふにゃだからふにゃふにゃねあなたもそう私もそうこれから年齢を重ねるごとにふにゃふにゃになっていかないとロシア人もふにゃふにゃねロシア人はふにゃふにゃなんか頭悪いかなんかよくわからんけどまあふにゃふにゃになれとなるほどもう、はい、柔らかくなったんですよとはいそれまではいどうもありがとうございました、はい